プロップライフインターナショナルとフラックが殺菌剤の耐性菌対策についてご説明しますフラックでは耐性菌対策のために殺菌剤の作用機構作物病害ごとにガイドラインを作成していますぜひ JFLAC ウェブサイトまたは地域の指導機関にご確認ください 同じ作用機構の殺菌剤を繰り返し散布することは避ける必要がありガイドラインではどうすればよいかを説明しています毎回作用機構の異なる剤をローテーションすることもできますしブロック散布した後に異なる作用の剤を散布することも有効です 作用機構の異なる殺菌剤を混用すること、または混合剤を使用する方法もあります。作物の病害を防ぐには、他の方法も有効です。殺菌剤の過度な使用を避けるためには、病害抵抗性の品種や、生物農薬の利用、輪作なども重要です。詳しくは、JFLAG ホームページで。 ご確認ください